自然分布、繁殖地周年生息地越冬地移入分布、繁殖地周年生息地夏は、単緑青色の卵星ムクドリは、スズメメムクドリかに分類される鳥類の一種である。名前の由来は、暗い体色に、正常の斑点が散りばめられていることによる。ヨーロッパ東部、スカンジナビア半島、ロシア西部から、バイカル湖周辺までの広い地域で繁殖し、冬季は、中央、 アジアやイラン、アラビア半島、アフリカの地中海沿岸の地域に渡り越冬する。北アメリカの広い範囲やハワイ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国等には他の地域から持ち込まれた個体が外来種として生息する。日本にはアシュ、SV パルタラッツォ海が数少ない冬鳥としてトライするが、西南日本での記録が多い。ほとんどが 単独のトライだが、島根県や鹿児島県では、毎年少数の群れが越冬している。全長約21センチメートル。体重82グラム。ムクドリよりやや小型であり、くちばしもやや細い。冬輪は,は全体が光沢のある黒色で、白や紅白色のブチが散らばっている。足は赤黒く、くちばしは黒色である。夏輪では、ブチが目立たなくなる。 私有動食である。農耕地、市街地や明けた林などに生息する。日本では、ムクドリの群れに混じっていることが多い。単緑青色の卵を4から6個産み、14から15日、放卵する。卵の大きさは2.7から3.15センチメートル、2.0から2.3センチメートル。日本では繁殖しない。原産地のヨーロッパをはじめとして、 19世紀に移入された北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなどにおいて、ムクドリカ特有の集団住民による騒音や憤慨、さらには果樹や野菜への食害といった問題行動により、打滑のごとく嫌われている。なお、日本では稀に見られる冬鳥であるため、本種はさほど問題にならないが、似たような性格を有するムクドリが、 蒸気の害悪をもたらすため同様に嫌われる。多様な環境に適応できる特殊能力を有し、また入先では生態的に優位な位置に落ち着いて大増殖し、在来鳥類の繁殖を阻害するため世界の侵略的外来種ワースト100選定種に選定されている。北アメリカの個体数は現在約2億羽と推定されているが、 そのすべては1890から91年にかけて、アメリカ純化協会の設立者、友人シーフリンがヨーロッパから輸入して、ニューヨークのセントラルパークで放ったおよそ100羽の子孫である。なお、この輸入に関しては、シーフリンが、シェイクスピアの戯曲に登場するすべての鳥をアメリカに定着させたかったから、という理由づけがよくされるが、それを裏付ける確実な証拠はなく、 あくまで推測の意気を出ない都市伝説である。ありがとうございます。